さん、こんにちは。根本整体&ストレッチスタジオの根本です。今日は運動前にストレッチをすることでかえってパフォーマンスを下げるというお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。昔は、現在もそうですが、運動前にストレッチを良くして怪我の予防、また動きを良くすることでパフォーマンスを上げる、そのように思われている方も多かったです。しかし最新のスポーツ医学では、運動前にストレッチをすることで実際に力が通常よりも出なくなったり、逆にパフォーマンスが発揮できないということが分かっています。実際に運動前に行っているスポーツ選手などは、ストレッチではなく実はダイナミックストレッチといって動的なウォーミングアップを行っています。ウォーミングアップというのは、私たちのトレーニングの世界ではまず戦闘モードにするということですから、ウォーム、つまり温めるということになります。温めるということは筋肉の温度が通常よりも上がるということです。そして心拍数も上がって、さらに交感神経覚醒するように、メンタル的にも戦闘モードにしなければスポーツとして戦える状態にはなりません。しかし通常のストレッチはいかがでしょうか。通常のストレッチはスタティックストレッチ、静的なストレッチでは、まず今お話した心拍数も上がりませんし、筋肉の温度も上がりません。つまり、メンタル的にも覚醒しないで、かえってリラックスしてこれからスポーツで戦おうというモードにはなりません。今お話したように、スタティックストレッチ、静的なストレッチは現在のスポーツ界ではプロのプロ野球であったりサッカーであったり、トレーナーがついているところは、ストレッチを行っているところは今ほとんどありません。実際にはダイナミックストレッチ、皆さんが知っている中ではブラジル体操のような動的なスキップをしたり動きながら行うウォーミングアップが主流になっています。今回は実際のやり方については割愛しますが、皆さんも運動前にストレッチをして怪我の予防、そのように思われる方も多いと思いますが、確かに怪我の簡単な予防にはなりますが、動きを良くすることもできませんし、実際には筋肉の温度が上がっていなければ怪我の予防にもなっていないこともありますので、ぜひ皆さんも動的なストレッチで運動前のパフォーマンスを上げて怪我の予防をしていただければ幸いです。今日は最後まで